こんにちは。本日は STM32 マイコン体験実習組み込み AI 編、STM32Cube ID 編のプレゼンテーションをご覧いただきありがとうございます。本体験実習のツール動作確認編では統合開発環境として IAR 社の EWR も使用しましたが、本プレゼンテーションでは弊社の統合開発環境の STM32Cube IDE を使用した場合の動作確認方法について説明します。本体験実習を STM32Cube IDE を使用して進める場合は、本プレゼンテーションも合わせてご参照ください。ここで本実習のプログラム構成について説明いたします。 本実習は全部で8つのパートに分かれております。1つ目の AI 解説と2つ目のツール解説は座学の内容になります。3つ目のツール動作確認、4つ目のデータ収集・学習、5つ目のニューラルネットワーク実装は実機を用いたハンズオンの実習となります。6つ目の設計のヒントと、 7つ目の Python スクリプトは再び座学となります。本実習にて使用する統合開発環境が IAR 社の EWARM になりますが EWARM の代わりに弊社の STM32Cube IDE をご使用になる場合に8つ目のパートの STM32Cube IDE もご覧いただく必要があります。こちらも実習形式となります。 以上が STM32 マイコン体験実習組み込み AI 編のプログラム構成になります。本プレゼンテーションは8つ目の STM32Cube IDE のパートとなります。弊社がリリースしている STM32Cube IDE という統合開発環境は GCC のコンパイラーと エクリプスの開発環境を組み合わせたツールで完全に無償のツールになります。これより、STM32Cube IDE を使用したツールの動作確認の方法について説明いたします。事前にダウンロードした FPAI Sensing 1のフォルダから、STM32Cube IDE のサンプルプログラムを開きます。 該当ファイルは、STM32Cube Function Pack のフォルダーの中のプロジェクツ、Projects BL475E IoT01A Applications Sensing1 STM32Cube IDE BL475E IoT01A の順番にフォルダーを開いてください。 フォルダー内に .cproject というファイルがあります。こちらが STM32Cube IDE 用のプロジェクトファイルになります。こちらをダブルクリックして STM32Cube IDE を起動します。なお、起動時にワークスペースの設定画面が表示された場合は、 STM32Cube Function Pack のフォルダーの中の Projects BL475E IoT01A Applications Sensing 1のフォルダーを指定してください。STM32Cube IDE が起動しますと、このような画面になります。 左側のプロジェクトエクスプローラータブを選択すると指定されたプロジェクトのフォルダーツリーが表示されますここで左側のワークスペースよりセンシング1ユーザーの順にフォルダーを展開しその中からメイン .c を開きます次に メイン .c の修正を行います。メイン .c の1847行目に initBlueNRGStack という関数があります。この関数内の2箇所を修正していただきます。一つ目の修正は、ボードネーム8という配列の定義の箇所です。こちらに、 任意の英数字7文字を定義します。こちらは実際にスマートフォンと Bluetooth 通信をした際にデバイス名として表示される文字になります。2つ目の修正はボードネームにノードネームの配列を入れる箇所になります。元々のコードはボードネーム i= イコール ノードネーム i プラス1となっていますが、修正後はノードネーム i プラス1イコールボードネーム i になっており、配列が入れ替わっていることにご注意ください。メイン .c の修正が終わりましたら、ビルドを実行します。プロジェクトメニューより、 すべてをビルドを選んでください。しばらく時間がかかりますが、ビルドが完了すると、コンソール画面にエラーとワーニングの数が表示されます。両方ともゼロであれば、正常にビルドが通ったことになります。次に、今ビルドして生成されたコードをターゲットマイコンにダウンロードしてデバッカーを起動します。 ランメニューより、ランアズの STM32 Cortex-M C C++ アプリケーションを選んでください。または、アイコンからランアズを選択していただくことも可能です。エディットコンフィギュレーション画面が表示されましたら、OK をクリックします。プログラムがダウンロードされてデバッカーが起動します。 コンソール画面には、Verify 成功の文字が表示されます。デバッカーが起動しましたら、緑色の三角アイコンをクリックして、プログラムを実行します。以降の作業に関しましては、ツール動作確認編をご参照ください。以上で本プレゼンテーションを終わります。 プレゼンテーションを最後までご覧いただきましてありがとうございました。